ではモデルの黒木さんがちょっと胃腸が弱いっていうことと、今便秘されているということなので、お腹の方のスリミングコースを行っていきます。いつもお腹のマッサージもしますね、してもらいますよね、はい、はい、あったかい、はい、痛いですか？あ、全然大丈夫です。もう大体なんか慣れてる感じですかね、お腹を動かすのは。そうですね、大体でも、はい、あのまま行くと、はい、寝ちゃってて、あ、お腹かされてる時大体爆睡中、はい、ちょっとなんか水気があるような音がしますね。ボコボコ言ってますね。苦しさとかはないですかね？あ、ないですね。はい、自分だと力でこう、はい、マッサージできないので、はいはい、やっぱりとかくるとしてほしいですよね、はい、そうですね、人にやってもらう方がやっぱりリラックスできるし、うん、あのどこにでも手が届くっていうのがあっていいですよね、うん、すごい。なんかストレスを感じた日の朝とかは、はい、もう内臓が痛いんですよね。ああ、前にもね痛いようになってますもんね。やっぱちょっと来やすいんですね、内臓に。ちょっとこう部分部分張りがある感じですね。張りがある。溝落ちも硬いですよね。呼吸が浅いんですね。呼吸が浅いと硬くなるんですか？そうですね、ここゆったりした呼吸の方はここもふっくらしてるんですよ。足曲げていただいていいですか？両膝立てていただいて、はい、はい、深い息ってどうしたらいいの？吐く息に長く時間をとって鼻から吸って止めて口からはーふーでもいいですね。そうですね、長めに。難しい。はい。で、吐くときに下っ腹から力入れて吐き切るっていう感じですね。息も止めちゃいやすいですもんね。なんかさっき息止めちゃってたとかって。ああ、そうかも。はい、止めやすいかもしれないですね。はい。なんかたまに、はい、この話だと天然だねって言われるんですけど、はい、息の仕方を忘れた時が。あら。あれみたいな。それは結構追い詰められてるんじゃないですか。ふとなんかあれ、はい、吐くんだっけみたいな。多分ちょっと結構自律神経が乱れて緊張してるとかじゃないんですか？わかんないですけど、何かに真剣になってて、はい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 、いやでも何かに真剣になってると、なんかちょっと息を止めやすいみたいで、はい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 、で今の仕事してると写真撮られてる時とかは、はい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 、基本息をしていないので、へえ。多分これは気分悪くなっちゃったりないですか？その時はね、多分アドレナリンが出てるから気にならないんですよね。あ、なるほどなるほど。
多分女優さんあるあるだとは思うんですけど、はいはいはい、みんな息止めたの、はいはい、息止めるんですね。体がリラックスしちゃうと格好がつかないので、はい、ああそっか、最初の写真の時もそうでしたもんね。なんかピッてしてて、そうかもしれないですね。2回目の方がちょっと足開いてたんですよね。緩んでる時の方が多分自然な状態で、意識的にちょっとピシッてする、息も止めるっていうのが癖づいてるんですかね。これちょっと痛いですかね。ちょっと痛いですね。痛いですね。ぐるぐる言ってる、うん、人って目が悪い人でもなるし、あのストレスだったりとか、ね、いろいろあの怒りだったりとか、はあはあ、ね、まあ、血の質が悪いっていうのをさっき言ってましたけど、まあ、その血のフィルターなので、血の質が悪くてもお酒じゃなくても薬飲んでたりとかなんかあったりして、血ストレスでもやっぱ血ってドロドロするんですよ。そうするとまあ肝臓の負担増えるってなりますね。腰側の方、はい、はい、気になりますね、よく、うん、うわ、もみ下から出る感じ、はい、そうですね、硬いんですよね、硬い、うん、脇の肉硬いですね。冷えてるところって硬いんですよ。動きもあんまりないお肉なので、あ、うん、昨日はちょっと狭いですかね。左、うん、あ、なんか体がついてくる感じっていうか、腰でさ、こっち側の方はスッと倒れる感じがまた、うん、こっちの時なんか一緒になんか背中が、うん、ここだけで動きが出てなくてって感じですよね、うん、硬いんですよね、こっちの方が。ちょっと痛いですね。大丈夫です。骨盤周りブチブチしてますよね。ね、これ老廃物ですね。まっすぐ立てていただいて、
声落とす。お腹の奥冷えてますね。そうですね。芯から冷えてる時が、感じる時が、内臓硬いですね。硬いです。きついです。苦しいですか。大丈夫ですか。硬いんですよね。そこ、で息吸って吐きます。吸って吐きます。吸って吐いて。吐いて。吸って。はい、吐いて。吸って。はい。ちょっと硬いですね。硬いですね。ゴリゴリしてる。もう一回息を吸って、はい、吐きます。吸って、吐いて。吸って、吐いて。柔らかいですね。そこ柔らかいですね。やっぱり臓器は痛いですね。そこ痛いですね。
ここも息吸って吐いて、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 はい、楽にしてください。大きいこの辺柔らかさが出てきて、うん、スムーズになってきた感じするんですが、どうでしょうか。そうですね、上半身がついてこなくなった、うん、うん、そうですよね。ここ単独でこっちこういくのとこういくのとなんか変わりがあまりなくなってきましたね、うん、でここの間も広くなってきた感じですね。これがさっきやりづらかったんですけど、うんうん、今のがスムーズにこう通っていく感じです。この辺一帯が硬かったんですけど、うんうん、今の方がね、柔らかいんですね。どうでしょうか。いや、柔らかいですね。はい、痛みがないですよね。さっきこの辺硬くて痛いっていう感じありましたね、うん、溝口もさっきより痛くないですね。そうですね、最初の時よりは、そことか痛みがまだね、ちょっと最後の方がそうですね。あ、手を下ろしていただいた方がいいですね。ちょどうですか。この辺さっき痛かったんですけど、うん、はい、さっきよりは全然痛くなくなってますね、椅子を温めるといいので、ちょっとホットストーン置きますね。はい、はい、どうですかね、温度、うん、ちょっとじわっと暖かくなる感じありますかね。手でちょっとじゃあ、温めた手で、はい、温まってくるとそんなにすごい暑いっていうんじゃないんですけど、なかなかいつも多分、うん、冷たくなっちゃってるのと、刺激に弱いっていうかね、あんまり触られたりもない、うん、ところなんで。お腹温めるって普段されることありますか。お腹温めるときあれ貼ります、なんかうん、お腹用のなんだろう、ホットシート、はい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 、あってのも貼るようになってきましたかね。若干、はい、サッとやる感じだったら大丈夫ですかね、はい、
どうですかね。あ、大丈夫です。はい。拭き取って終了になります。どうでしたか、ね、なんかめっちゃ気持ちいい。全体的に柔らかくなった感じはありますね。はい。ああでもやっぱちょっとその内臓に出やすい、あのやっぱこう気分っていうのが、うん、気分というのか、まあ緊張だったりとか、うんうん、ストレスだったりとかってやっぱ内臓に出やすいの であと冷えがあると代謝悪くなるので、うん、なかなかこう内容物が消化吸収されにくいっていうのがあって、うん、で便秘になっちゃったりすると硬くなったりするので、それでまあちょっとこう触ると痛いとか、うんうん、ゴリゴリしてるとかいうことが出てきますね。あったかさはすごい今ねありますね。なんか異常になりますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お気分とかお体の感じいかがでしょうか。すごいすっきり。あ、すっきりしてますか、うん、はい、よかったです。だいぶなんかこうこの辺のこの重たかった感じとか、はい、なんかそういうのなったので、はいはい、あ、そういえば腰の重たさもすごく常にあるとおっしゃってたんですけど、はい、だいぶ良くなったので、はい、なんかこう今後を気をつけようみたいな。あ、そうですね、はい、体に意識も向いて、うん、そう思っていただくことが一番大事ですね。はい、はい、ですね。なんかやっぱりでも顔も、いやでもすごいさっぱりしたっていうか、目がさっぱりしました。あ、うん、そうなんですね、はい、途中ちょっとうとうとしてましたけど、そうですね、よかったです。痛いうとうと、うん、痛いうとうとみたいな。そうですね、ほどほどになんかちょっと、あ、痛いっていうのもあった方が、あ、ここ痛いんだとか、そうそうなんですよ、そうなんですよね、こうされて、うん、あ、うん、なんかこんなとこ痛かったんだって、すごい分かったので。そうなんですよね、うん、あのた、まあ、すごく単純にずっと気持ちいいっていうのも、うん、なんかちょっとあんまり、いや何かをしてもらったとか、うん、どこなんか体がどう変わったとかいうの分かりづらかったりするので、うん、部分部分で、あ、ここってちょっと良くないみたいとか、うん、確かに冷えてるんだ、確かに痛いんだとか、うんうんうん、で痛かったのが痛くなくなったっていう変化が分かっていただくとね、うんうん、なおいいので、はい、はい、緩んだ状態っていうのが分かりやすくなりますよね、はい、はい、あの今お茶召し上がっていただいたんですけど、はい、あの帰りにこちらの水分、はい、あのこまめに取っていただいた方が、はい、デトックスがありますので、はい、はい、あのぜひちょっと結構皆さん取ってるようでもガブガブっと飲んでしまって、うん、吸収があまり追いついてなくてむくみになっちゃってたりとか、うん、はい、はい、あの水分取ってるよって言ってコーヒーとかお茶とか取ってるから、うん、あのやっぱり利尿作用があって、うん、ちゃんとこう保湿になってないとかってことがあるので、はい、まあ、天然水ですね、はい、ちょこちょこ取っていただくっていうのが、はいはい、一番いいと思いますので、はい、ではどうぞ。ありがとうございます。はい、うん、お疲れ様でした。またいらしてくださいね。また来ます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いします。 If you like, please subscribe